はい、皆さん、こんにちは。ラッドミュージックスクール学長の瀬戸です。今日はですね、80年代とか90年代の J-POP の間奏の部分に出てくるソロのうまい作り方とですね、王道のやり方っていうのを説明していきます。で、今日やることは3つです。1つ目が図形で J-POP のソロのやり方について学ぶ、2つ目が実演、そして3つ目が補足の説明です。じゃあその前にね、簡単にね、80年代とか90年代のね、J-POP のね、ソロの部分についてね、ちょっと前説をしますね。なんで80年代から90年代かというとですね、ちょうどその頃に作られた J-POP の曲っていうのはですね、非常にコード進行が似ているんですよ。っていうか、ほとんど同じなんですよ。それで多くの曲が、1番があって、2番があって、そして何らかの間奏があって、最後、もう一回サビが来て終わるみたいな、もうなんかそういったね、定型文がね、もう決まってるんですよね、大体ね。なので非常に勉強しやすいっていうのがあるんですよ。あと一つ、ライブとかをやるとですね、結構その J-POP のコピーの曲をやる場合が非常に多いと思うんですよ。はい。で、その時に、そのオリジナルのソロをそのままコピーして演奏してもいいんですけれども、自分なりのソロを作ってくださいって言われる時だってあるじゃないですか。はい。なので、その自分なりに弾いてくださいって言われた時に、かっこよくソロを作れるように、今日はその王道のね、そのやり方を学んでいきましょう。じゃあ早速ね、図形で勉強していきましょう。この図形見てください、どうぞ。はい。ね。音程と時間っていうのがありますけどね。J-POP って大体、その間奏のソロの部分が8小節から10小節ぐらい、あると思うんですよ。長いやつだったらね、16小節とかあったりしますけれども。で、多くの場合がギターのソロか管楽器のソロ、特にサックスのソロっていうのが多いの皆さんもね、ご存知だと思うんですよ。で、それでこの図形を見てみると、なんかね、こういうグラフになってますけれども、これ何かっていうと、基本的なソロの作り方、こういうのをやるといいですよ、こういうのが王道ですよっていうのを表しました。じゃあちょっと説明していきましょう。はい。青丸で囲んだところね、横線がピーってなってる部分ですね、これ何かというとロングトーンなんですよ。なのでロングトーンが全部で3回来てますね。そして矢印でこう見てみると、こう音程が上がっていってる。その都度ソロが始まった瞬間、いきなりロングトーンから始めて、何やらいろいろフレーズを弾いて、またロングトーンに上がり、いろいろ吹いて、最後はもうクライマックスでバーンという風にロングトーンで終わるというのがね、王道の J-POP のソロのやり方の一つです。はい、じゃあ次にね、実際にこの譜面を見てみましょう。はい、これね、とある J-POP のコード進行だけ取ってきて、それでソロの内容を僕が、作ったもんなんですけれども、まあよく見てみるとですね、まあいろいろわーってありますけれども、ロングトーンが3回、先ほどの図形みたいに3回来てるのがわかると思うんですよね。で、それで、どんどん音域も上がっていってる。ということですね。で、これが一応基本形なんですよ。はい、それじゃあね、早速弾いてみましょう。聴いてみてください。はい、いかがでしたでしょうか。はい。ね、この譜面にある通りね、3回ね、ロングトーン分かりましたでしょうか。それでね、いくつか補足のね、説明をしていきます。で、J-POP なので、ジャズとちょっと違ってですね、いろいろ難しいこと考えなくて、大丈夫です。ちなみにね、僕もね、そんなに難しいことせずにですね、その、スケール、この場合で言うとですね、Eb のね、メジャーのね、キーなのでね、まあ、メジャースケール使ったりね、ペンタトニック使ったりしてね、気楽にやるというのが一番です。それでね、一個コツがあるんですけれども、一番最後のロングトーン、何の音で終わらせたらいいかというと、例えば今回で言うと、ルートで終わってますね。Bb メジャーのね、コードに対して、Bb の音でバーンと終わってると。まあ、ルートの音とか、
5度の音とかですっきりバシーと終わるっていうのがね、結構王道のやり方ですね。で、もう一つ、このソロがどこの場所に入っているかっていうのと、あとソロの前後ですね。この譜面の前後がどういった雰囲気の音楽になってるかによって、もちろんこの演奏の内容も変わってくるんですよ。例えばこのソロの直後、盛り上がったままバーンと曲が進むのか、もしくは一旦音楽がストーンと落ちて静かになるのか、とかいろいろなね、ことがあるんですね。なので、それによってもちろん内容は変わります。で、今回の場合で言うと、バーンってね、高音でね、思いっきり終わってるパターンなので、推測できることは、この次のセクションですね、が思いっきりそのまま、例えば、ボーカリストが入ってきてガーンってやるか、もしくは急に落ちる。のどちらかかなというふうに僕は思ってます。で、もう一つコツなんですけれども、音色ですね、音色はどんな風なのがいいかっていうと、今回で言うとね、もうアップビートのね、オリャオリャオリャっていう音楽なので、全体的に今回で言うとグローを思いっきりかけました。音を割ってね、やっていくやり方。例えばギターだったらね、ディストーションとかね、それで音をね、エフェクトかけてやると思うんですけれども、この音色っていうのね、めちゃくちゃこのポップスでは重要です。どんな音色で弾くのかっていうのをね、よく考えてね、音作ってみるといいと思います。で、僕これどこから学んだかっていうと、別にこう机の上で勉強したわけじゃなくてですね、過去僕もね、70年代生まれなので、ずっとその80年代とか90年代のね、ポップスとかロックをたくさん聞いたわけですよ。その中でなんかもう何百曲もこういうのを聞いてると、なんとなくそのルールっていうのが長い年月かけてすごく分かってくるようになるんですよね。で、これが、ああ、王道なんだな、これがいいんだなっていうのを、自然にこう体が勉強したという感じだと思うんですよ。それで、あえて、こういうポップスをやるときには、自分らしさっていうのをどこまで入れるかっていうのもね、ポイントだと思うんですよ。ちなみに僕は、この王道の形をすごくやることがあってですね、あんまり、自分、なんていうんだろう、あんまり奇抜な、自分らしすぎる、この図形を自分で作り出すってことは、ないですね、僕の場合は。もうこの王道をたどって、なぜかっていうと、やっぱ聞いてる人もそれが多分気持ちいいんですよね。聞いてる人にとって気持ちいいのはもう大体わかるので、僕は大体それに従って演奏することが多いです。はい、じゃあ皆さんもね、YouTube でね、80年代、90年代のね、J-POP って調べてね、ソロが中間に入ってるやつをね、ちょっと聞き漁ってみてください。はい、じゃあ最後にクイズなんですけどね、今日やったこのコード進行は一体何の曲のコード進行だったでしょうか？はい、この動画がね、役に立ったと思ったならば、チャンネル登録と高評価ボタンをぜひお願いします。はい、じゃあまた次回の動画で会いましょう。バイバイ。